NHK でゼネスト中止宣言をするイヤシロー委員長2.1ゼネストは共産党と左翼勢力によって1947年2月1日の実施を計画されたゼネラルストライキ。吉田茂政権を打倒し共産党と労働組合の幹部による民主人民政府の樹立を目指した2.1ストともいう。 結構直前に連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサーの指令によって中止となり、戦後日本の労働運動の方向を大きく左右した。1936年に42万人いた労働組合員は、戦争の勃発で労働運動が禁止され、解体されていたが、戦後に進駐した GHQ、スキャップは、 日本に米国式の民主主義を植え付けるために労働運動を確立することを必要と考え、意図的に労組勢力の拡大を容認した。第二次世界大戦後の激しいインフレの中で日本共産党と三別会議により労働運動が高揚し、1946年には国鉄労働組合が50万名、全低新従業員組合が40万名、 民間の組合は合計70万名に達した。これらの勢力がたびたび賃上げを要求して新聞、放送、国鉄、会員組合、炭鉱、電気産業で相次いで労働葬儀が発生し産業と国民生活に重大な影響を与えるようになっていた。8月には総同盟と産別会議、9月には 全観光労が結成され、11月には260万人に、膨れ上がった全観光庁共闘が、待遇改善と越年賃金を政府に要求したが、吉田茂内閣は満足な回答を行わなかった、ため、生活権確保、吉田内閣打倒国民大会を開催した。ここで挨拶に立った日本共産党初期長の徳田、9一は、デモだけでは、内閣は潰れない。 労働者はストライキをもって、農民や市民は大衆闘争をもって、断固、吉田防国内閣を打倒しなければならない。と、労働闘争による吉田内閣打倒を抗言し、日本の共産化を目指した。冷戦の兆しを感じていた米国は、日本をアジアにおける共産化の防波堤にしようと考え始めていたため、全韓功労や、 産別会議等の過半数の労働組合を指導している共産党を脅威と考えるようになった。連合国の対日政策機関であるワシントン DC の極東委員会も12月18日に民主化のための労働運動の必要性を確認しながらも、のほうずな葬儀行動は許されないとする方針を発表した。この第三項で労働運動は 占領の利益を阻害しないこと、第五項で、ストライキその他の作業停止は、占領軍当局が占領の目的ないし必要に、直接不利益をもたらすと考えた場合にのみ、禁止されるとして、労働運動も、連合軍の管理下に置かれることが決定された。また、首相の吉田茂も共産党との対決を意識し、内部分裂した、社会党右派に連立を持ちかけるなど、 革新勢力の切り崩しを図った。1947年1月1日、総理大臣の吉田茂は、念頭の字で挨拶した。いわゆる、労働組合不定の矢から発言である。避難されたと受け取った労組は一斉に反発し、1月9日に、全員観光庁労組拡大共同党総委員会が、ゼネラルストライキ実施を決定。1月11日に4万人が、 公居前広場で大会を開き、国鉄の委員や四郎共同委員長が、全官公庁のゼネスト実施を宣伝した。1月15日には、全国労働組合共同闘争委員会が、結成され、1月18日には、要求受け入れの期限は2月1日として、要求を入れない場合は無期限ストに入る旨を政府に、通告した。実行された場合、鉄道、 電信、電話、郵便、学校がすべて停止されることになり、吉田政権はダメージを受けることは確実であった。また、吉田が進めた、社会党右派の取り込みは、4名入閣でまとまりかけて、いたが、スト計画を進める左派の強硬な圧力によって、流座にした。公然と叫ばれるスト実施と、正常不安によって、社会不安が蔓延した。 1>, 1月21日には、天変地異を予言していた、神道系の宗教団体重教が、GHQ の指令によって摘発された。ゼネストへの動きが高まる中で、占領の実務を担任する第8軍司令官、ロバート・アイケルバーガー中将は、鉄道のストにより、日本各地に駐留する米軍への補給寸断、相互連絡の途絶が発生すれば、 軍事的に重大な危機に陥ると判断。1月16日に、参謀長ーバイアース少将を通じ、GHQ 経済科学局長、ウィリアム・マーカット少将に、ゼネスト素子を措置するよう要求した。1月22日、E など、組合幹部が、マーカット少将と、経済科学局労働課長エオドル公園に呼び出され、 ゼネストは許されないと忠告されたが、E は承諾しなかった。E は、マッカーサーの命令と言い張る二人に対し、司令書の提示を要求したが、マッカーサーはマーカットに、口頭で命じただけだった。米国大統領選挙に出馬する予定であった、マッカーサーは、本国でのローソの目線を考え、まだこの時は、日本のローソを自ら取り締まろうとはしなかった。 ゼネスト突入直前、当局と接触を行う末広と徳大1月29日、中央労働委員会の会長代理、末広伊豆太郎が、現行556円から1800円への平均賃金引上げ要求に対し、18歳で最低賃金650円、平均で1000円にするという調停案を出したが、 共産党の徳田書記長は1200円を要求し、他の共闘委員も同調したため、末広も1200円で政府に勧告した。政府は、調停案を受け入れるとしながらも、当分は、平均984円とする条件をつけたため、共闘が受け入れを拒否して決裂した。1月30日、マーカットは再び、E を呼び、ゼネスト中止令を出すよう命令したが、 E は組織の決定として拒否し、マッカーサーが直接命令するべきと言い返した。共闘もマッカーサーが動かないことに気がついていた。しかし、目論みは外れた。1月31日午前8時、ゼネストが強行された場合に備え、第8軍は警戒態勢に入った。午後4時、マッカーサーは衰弱した。現在の日本では、ゼネストは、 公共の福祉に反するものだから、これを許さないとして、ゼネストの中止を指令した。E 委員長は GHQ によって強制的に連行され、NHK ラジオのマイクへ向かって、スト中止の放送を要求された。午後9時15分に E はマッカーサー指令によって、ゼネストを中止することを涙しながら発表した。声が枯れていてよく聞こえないかもしれないが、 緊急しかも重要ですからよく聞いてください。私は今、マッカーサー連合国軍最高司令官の命により、ラジオをもって親愛なる全国の管理、公売教員の皆様に、明日のゼネスト中止をお伝えいたしますが、実に、実に、団長の思いで、組合員諸君に語ることをご了解願います。敗戦後の日本は連合国から、多くの物的援助を受けていますことは、 日本の労働者として感謝しています。命令ではいかながらやむを得ません。一歩後退日本前進そして放送の最後日本の労働者及び農民万歳、我々は団結せねばならないと、委員は締めくくった。翌2月1日には、全官公庁共闘と全党が解散し、委員も、占領政策に違反したとして、占領目的疎外行為処罰令で逮捕され、 2年を宣告された2.1ゼネストの中止は、日本の民主化を進めてきた GHQ の方針転換を示す事件であったとされる。意図的に労働者の権利意識を向上させつつも、占領政策に抵触する場合、あるいは共産党の影響力を感じた場合、連合軍は労働者の味方はしないことを内外に、 保持した個々の組合においては、個別交渉で、賃金アップなどを勝ち取ったケースもあったが、結局は労働者側の敗北であった。その影響で、例えば翌1948年3月に、全低賃従業者組合が計画したゼネストも、マッカーサーの命に反するとして中止されるなどした。しかし、その後も労働運動は、なお盛んであったため、マッカーサーは、 足田内閣に所管を送り、公務員のストライキを禁止するよう指示した。これに基づき、政令201号7月31日交付。即日施行によって、国家、地方公務員のストライキが禁止された。後に、国家公務員法、地方公務員法で正式に公務員のストライキ禁止が明文化された。この公務員のスト禁止は、1970年代の 国鉄による巡報闘争の要因となる。無の武士は民主主義を掲げたアメリカの占領政策は嘘と激怒し、大明総関号でジ人の言葉を引き、沈黙よ、沈黙よ、沈黙の中に爆発しなければ沈黙の中に滅亡するだけであると書いた。また、32年テーの中で占領軍を解放軍と規定していた日本共産党は、 しばらくの間この事実を受け入れられずに迷走した後、暴力革命路線へ転換することとなる。しかし、労働者からの支持を失ったことから、労働組合からの求心力も低下し、その後の労働組合は日本社会党支持に傾いていくこととなる。ありがとうございます。